皆さんこんにちは。高浜市 PR 隊トリッコです。よろしくお願いします。はい、簡単な自己紹介をさせてください。はい、イメージ鬼瓦は海津アニメと声優さんをこよなく愛す昨年こと梅原さからです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、初めに言っておきたいんですけど、トークを忘れがちです。昨日からですね、結構トーク考えてきたんですけど、合格率で忘れるので、仮になんかちょっと飛んでるなと思っても、優しくなんか忘れてんなぐらいの感じで見てもらえたら安心できます。よろしくお願いします。はい、というトーク忘れるよっていうトークをちゃんとできたので、早速次に行きたいと思います。それでは次は2曲続けてお聴きください。
とうございます。2曲目カベクリピエロと今、キュートさんのキスミ愛してるお聴きいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃ緊張するのとめっちゃ疲れるのとちょっと今ハハしてます。トーク飛んだよ。そうだ、春学祭といえばですね、先月じゃなく去年の、12月の、9日にですね、高浜市でありました、春学祭給食 in 高浜、来てくれた方いらっしゃいますか？ありがとうございます。ちらほらと言いますね。はい、その高浜でね、高浜のティーポートっていう場所で、春学祭が行われまして、高浜市の郷土料理鶏飯をみんなで食べるっていう楽しいイベントがございました。そのね、高浜市で行われた春学祭っていうイベントもすごい楽しくて、なんかそのティーポートっていうところにたくさんの人が集まってくれて、それで高浜市の美味しいものを一緒に食べるっていうのが本当に幸せなことで、なんか頑張ってよかったなっていうちょっと感慨深い気持ちになりました。そのね、イベントが開催されたのも今この春学祭のおかげでもあります。本当にありがとうございます。言ってくれたんですけども、私、梅原さくらは、5月3日をもちまして、この活動を卒業します。ありがとうございます。嬉しい。嬉しいって言ったのか分かんないけど、ありがとうございます。はい、そのね、5月3日まで残り、数少ないって言いますか、何回かしか、このイベントがございません。そのイベント1回1回を大事にして、皆さんとの交流を大事にしていきたいと思います。今日も最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。告知なんですけども、はい、次で最後の曲になります。喜ぶな。今来た、もっとよく来たら。ありがとうございます。次で最後になります。その前にちょっと告知があるんですけれども、先ほども言いました、卒業をさせていただくと言います。卒業をしちゃうんですけれども、5月3日に卒業ライブがその春学祭も行われましたティーポートでございます。ぜひ5月3日予定を分けて、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。では、めっちゃ市場では、最後の曲に行きたいと思います。最後はトリッコ、1曲しかございませんがオリジナルの曲になっております。ぜひ楽しんでいってください。それでは聴いてください。全身で I love you。
終わらせていただきます。最後までありがとうございました。以上、高浜市PR 隊。